まあ、紹介いただきましたように、私は環境調和材料ということで、今ここに、出ましたような3つの、材料について紹介をしたいと思います。今回お話しする内容は結構多いものですから、概要のみしかお話しできないと思いますけども、個別にもし興味がおありの方がありましたら、別に、紹介をさせていただきますので、連絡いただければと思います。今日はまず光触媒とアパタイトという複合材料。2番目にリンを吸着する材料ですね。それから3番目に、炭素化した、化合物についての紹介をしたいと思います。まず私の、産学連携の経緯ということなんですけども、最初に、仕事をしていたのが TDK という会社でして、ここでは産の立場で大学との共同研究をしています。その後、経済産業省の、産総研に移りまして、そこでは企業さんと、共同研究や、技術指導というのを行っています。その時に、産総研ベンチャーということで、経産省の第1号ベンチャーというのを設立をして、私の出したと出願した特許によって、材料を作る会社を設立しています。現在は中京大学にて、企業との委託研究であるとか、共同研究をいろいろ行っているという状況であります。それではまず、光触媒とアパタイトの複合材料について紹介をします。この材料はすでに、上市されている材料です。それについてこれから紹介をしますが、ここで皆さんにこれを紹介するというのは、これをさらに、機能を向上させたり、新たな複合化を行ってより良い材料を作るためということで考えております。まずこの作り方なんですけども、この製造プロセスも、環境に優しい材料ということで、生物模倣と自己組織化というのを利用しています。自己組織化というのは、溶液中などで原子のセルフモデリングを促す、そういう環境を整えることによって、結晶を析出させて、成長させて、まず材料を得るという、そういう方法になります。例えば、今回紹介している材料ですと、人の体液中での骨の生成を模倣しています。これを疑似体液法というように我々は言っていますけども、疑似体液の中でその環境を適切に、調整することによって、結晶を析出させるという方法です。ここではアパタイトという材料を得ています。これは生物を模倣した方法ですから、原料や排出物、製品については当然安全無害であるということと、エネルギーの使用量についても、人の体温と同じ37度で合成することができるということで、使用量が少ないという特徴があります。まあ、こういった新しい、環境に優しい製造プロセス、生物模倣の製造プロセスというのは、いろいろな材料に今後も適用できるのではないかと考えています。今回紹介するアパタイトを被覆した酸化チタンというのは、概要の図を示すとこのようになっていまして、二酸化チタン、酸化チタン、まあ、これはいわゆる光触媒なんですけども、その表面にアパタイトの結晶を析出させる。それがこの疑似体液の中で、アパタイトを自己組織化させるという、そういった材料になります。光触媒というのは、光が当たったところで、効果を発揮するものなんですけども、暗いところでは効果がありません。その分、アパタイトを複合化させることによって、暗い場所でも吸着、アパタイトの吸着のを発揮させる。そして光が当たると、その吸着したものを光触媒によって分解するという、そういう流れを作るということを考えています。また、この複合化することによって、光触媒としての、機能が向上するということもあります。例えば、室内光程度の弱い光、従来では、太陽の光でないといけない、紫外線ランプを使わないといけないということだったんですけども、室内の蛍光灯程度の光でも光触媒反応を得ることができるということがあります。それから、これもアパタイトと酸化チタンを動かした効果なんですけども、光の照射をやめても反応が持続するということがあります。この二つについては、これから簡単に紹介させていただきたいと思います。
こういった機能があるために、菌やウイルスをアパタイトが吸着をして、光触媒がそれを分解するといった流れを作ることができるのではないかと考えています。これらの研究結果については、こちらの論文にも書いてありますので、興味のある方は見ていただければよいかと思います。具体的にこのアパタイト被覆酸化チタンの作り方ですけども、先ほど紹介したように、人の体の中でのアパタイトの生成機構を模倣するという方法で行っています。溶液の組成であるとか、浸積する条件を検討して、非常に短い時間で複合化するということができるようになっています。具体的には、37度、人の体温と同じ温度にした疑似体液を用意しまして、そこに酸化チタンの粉を入れます。で、これを1時間ぐらい続けていると、表面にアパタイトが生成してくるという、そういった作り方になります。実際にこれ、できたものを分析してみますと、おそらくこの真ん中のあたりが酸化チタンであると思われます。表面に、もやもやしたものがくっついているようです。これがアパタイトであると考えています。分析をしますと、この端っこの方の分析をすると、カルシウムとリンの元素がありますので、これがアパタイト。それから真ん中の部分ですね、については酸化チタンであるというように考えます。これは実際にこの材料を使って色素を分解した結果になります。横軸が時間です。で、縦軸が色素の濃度を示しています。途中までは光を当てないで暗い状態で実験をしています。赤い丸で書いてあるのがアパタイト被覆酸化チタン。白い丸が酸化チタンです。非表面積はここに書いてありますように酸化チタンの方が大きいんですけども、光を当てた後、これ光を当てるまではどちらの材料もほとんど色素の濃度の変化、減少というのは見られません。ただ光を当てるとどちらも濃度が減少していきますが、酸化チタンよりもアパタイト被覆酸化チタンの方が、減少率は高いということが言えると思います。その理由なんですけども、これは、アパタイトと酸化チタンの界面を、AFM という機械で見たものです。表面電位を見ています。光照射前と光照射後になっています。アパタイトと酸化チタンの界面の部分を見ているわけですね。これ光照射前は、このような、状態で見えるんですけども、これに光を当てますと、これを見てわかるように非常に明るい部分、白くなっているところが見えると思います。これはおそらく、光触媒、光を当てることによって光触媒により生成した電子をアパタイトがチャージして、それが白く見えているんだろうというように考えています。この研究についてはこちらの論文に書いてありますので、興味のある方は見ていただければと思います。もう一つ、ですけども、これは光を停止してからも光触媒反応が持続するということを、見た実験の結果です。ここで使っているのはロイコクリスタルバイオレットという粉の、色素ですね。それの色の変化を見ることによって光触媒反応が持続しているかどうかを判断しています。このロイコクリスタルバイオレットというのは酸化されることによって紫色になりますから、その色の変化を見ている実験です。例えば、アパタイト被覆酸化チタンと酸化チタン。これをロイコクリスタルバイオレットと複合化した直後、これが0時間ですね。この時はこのような色をしているんですけども、6時間、48時間と時間が経過していくと、アパタイト被覆酸化チタンの方は紫色に変化しています。すなわち光を当てるのをやめても、光触媒反応が継続している可能性があるということが言えると思います。これがアパタイトが電子、先ほどのデータもそうですけども、電子をチャージして酸化チタンの成功が光照射停止後も残存しているんだろうということを考えています。通常の光触媒では、光を当てるのをやめてしまうと、
できた蛍光と電子がすぐ再結合してしまいますから、光触媒反応は持続しません。以上のようにアパタイトが電子をチャージするために暗い場所でも反応が持続する可能性がある、それから弱い光でも反応が起こる可能性があるということが言えると思います。以上をまとめておきますと、まず酸化チタン単体ですね、これに光を当てると電子が飛び出して、電子が飛び出した後に穴に成功というものができます。しかしこれは、すぐ再結合してしまいますから、光を当てるのをやめると、光触媒反応が継続しにくいということが言えます。一方でアパタイト被覆酸化チタンについては、酸化チタンの表面にアパタイトの結晶をくっつけています。これに光が当たると酸化チタンから同じように電子が飛び出して成功ができます。おそらくほとんどは再結合、酸化チタン単体の時と同じように再結合してしまうのですが、飛び出した電子がもしアパタイトにチャージされるとすると成功が残ってしまいます。そのために光触媒反応が、成功との電子との再結合を抑制することができるため、光触媒反応が持続すると考えています。これは、光の強度と色素の濃度の関係を示しています。アパタイト被覆酸化チタンと通常の酸化チタンです。光の強度を強くすることによってどちらも、色素の分解能は高くなっているんですけども、これは実際には室内の光強度というのがこの辺りまでの、光強度です。ですからこのどちらの材料も室外の、強い光の元では同じように光触媒の効果があるんですけども、室内ということになると酸化チタン単体の場合はほとんど分解していないということになりますけども、アパタイトを被覆することによって分解能が高くなっていくということがわかります。これが弱い光でも光触媒反応が得られるというこの複合材料の特徴だと思います。次に、もう一つの技術ですけども、光触媒と過酸化物の併用について若干お話をしたいと思います。これも同じように光触媒活性が高くなるということが分かっています。また可視光に反応するということも分かっています。で、これは光触媒反応の応用範囲を非常に広げまして、実際に、歯のホワイトニング材料として、ある企業さんと共同開発をして商品化されています。特に細菌とかウイルスに対しての効果が非常に強いために、鶏や豚の飼育現場などでも応用されている技術であります。その、データについてちょっと示したいと思います。これは酸化チタンと、過酸化水素を併用した場合のグラフで、横軸が当てる光の波長ですね。で、縦軸がメチレンブルーの濃度を示していると考えてください。このようにアナタース、と過酸化水素、もしくはルチルと過酸化水素を複合化することによって可視光の部分での、分解能が得られるということで、可視光にも反応するようになるということがこの併用効果ということで得られると思います。このようにタバコのヤニをくっつけたものを漂白することもできるということが分かっています。次に、これは時間ですね。横軸に時間をているものです。このグラフを見ていただくと、過酸化水素と酸化チタンを併用することによって非常に分解能が高くなるんですけども、ここで見ていただきたいのはこの横軸の時間が5分であるということですね。普通光触媒によってメチレンブルーを分解するというグラフはよく見られるんですけども、通常はここが2時間であるとか6時間であるとか、非常に長い時間をかけて、このぐらいの分解をするというのが普通です。しかしこの過酸化水素と併用することによって分解能が非常に高くなる。実際過酸化水素と酸化チタンの単体ですとほとんどこの5分では分解していないということが分かります。以上のように、アパタイト被覆酸化チタンについて紹介をしましたが、これらはすでに上市されている材料です。したがって今回紹介させていただいたのは、これをベースに、さらにいろいろな複合化であるとか機能の向上をすることによって、新しい役に立つ材料を
開発したいということを考えているからです。特に火山化水素についても紹介しましたけれども、今後インフルエンザであるとか様々なウイルスに関しての効果を期待できるような新しい材料というものを開発していきたいなということを考えています。で、現在このアパタイト被覆酸化チタンについては、新しい技術を開発したいということを考えていまして、いろいろな検討をすでにいくつか行っています。その一つを紹介したいと思います。これはもう論文については発表済みのものでありますけれども、アパタイトに鉄イオンを含有することによって光フェントン反応を期待しようというものです。これについては論文、昨年度論文に書いておりますので、興味のある方はこちらを見ていただいたらいいと思います。これは鉄イオンを含有したようなものをアパタイトを疑似体液中で合成します。で、そこに過酸化水素を併用することによって、アパタイト、鉄イオンを含有したアパタイトと過酸化水素で、ウイルスとか細菌を分解できないかということを考えているわけです。ここでは、今まで紹介したように色素を分解した例を一つ紹介しておきます。これは横軸に時間で、縦軸が色素の濃度になっています。過酸化水素のみ、鉄のみ、それから鉄を含有したアパタイト、鉄を含有したアパタイトの、これは量が多い方ですね。こちらはを見ていただくと、この FEAP400 というのが非常に効果が高いということがわかります。これは光触媒は、なしで、アパタイトと鉄だけということになります。他のものに比べると非常に効果が高いということがわかります。で、この効果について、どういうことが起こっているかというのを目で見てわからないかということで、いろいろなこのフェントン反応を見るという実験を行ったんですけども、これは陽極酸化をしたチタン、 TI です。 TI の表面にアパタイト、鉄を含有したアパタイトを析出させます。これが疑似体液中で析出をさせます。で、そこにオキシドールを滴下するということを行いました。で、この滴下前後の表面電位を測定してみました。で、そうするとこれ見ていただくと、オキシドールを滴下する前とオキシドールを滴下した後、で、この色の様子が変わっていると思います。で、これはですね、光フェントン反応が起きている、つまり電位差が広がっていると、色の様子が変わっているというのは電位差が広がっているということで、光フェントン反応が起きているということを示しているのかなというように考えています。まあ、このような技術を、先ほど紹介したようなアパタイト被覆酸化チタンに組み合わせることによって、また新しい材料ができるのではないかということを考えておりまして、今私どもでは大学ではこのような技術を、いくつか検討しているところであります。それでは次に、溶液中のリンを吸着する、珪酸カルシウムについて、紹介をしたいと思います。まあ、リンの問題については、これは皆さんご存知だと思いますけども、いろいろな、理由によって、下水処理等である、それから流れている川等からリンを回収するということが求められています。そこで我々はいろいろ検討をしたんですけども、ディオクサイドという材料がですね、リンを含んだ溶液中に入れておくと、表面にアパタイトを非常によく析出するということが分かっています。それを利用して液中のリンを吸着するということができないかということを提案させていただいています。このディオクサイドという材料はカルシウムマグネシウムシリケート CaOMgOSiO2 という材料で、これは前に研究をしていたんですけども、体の中でヒドリキシアパタイトを生成する人工骨として使えるという可能性を見出しまして、これ人工骨ということでなくても、今紹介しているように溶液中のリンを吸着する材料としても使えるのではないかということを考えているわけです。ここでは他の材料との比較ということで、このディオクサイドの紹介をしたいと思います。縦軸がリンの濃度です。横軸が吸着の時間。だいたい30分ぐらいまで実験をしています。他の材料、
アパタイトであるとか、まあ、これも実際に今使われていると思います。それからゼブライトですね、こういった材料に比べて、このディオプサイトというものに場合は非常に吸着能が高いということが分かっています。まあ、こういったことを利用してリンの吸着ができないかということを提案させていただいているわけです。それでは次にですね、炭についての紹介です。これは竹炭とかゴミ殻の炭とかですね、そういったものを利用していろいろな金属イオンに吸着できないかという検討について、紹介させていただきます。我々はですね、炭を作るときにあえて高温で炭にしないで低温で、それを未熟炭素化と勝手に呼んでいますけども、ことによって、金属イオンの吸着能が非常に向上するということを見出しています。これは従来の炭の物理吸着だけではなくて、それに化学吸着というのをプラスすることによってより高い吸着能を得る。これは表面乾燥機ですね、これを残したような炭化の仕方をすることによって化学吸着をさせるということになります。例えばこのストロンチウムの吸着率を見ますと、ただ炭にしたというものではなく、低温で炭素化してさらにアルカリ処理ということをして酸性乾燥量を増やすということをやると吸着能が非常に高くなるということが分かっています。さらに、この吸着した金属イオンというのは、吸着させる母体が炭ですから、炭の実を吸着することによって、原溶化をすることができます。要するに金属イオンだけを、残して、燃やしてしまうことができるという、こういった特徴もあります。表面乾燥機について若干紹介をしますと、先ほど言ったようなその未熟炭素化、中途半端に炭を焼いておくと、このような乾燥機が残ります。でこの乾燥機をもっと増やすというのがアルカリ処理という方法です。これをすることによって、ラクトン管の解裂というのが起こりまして、表面の手がたくさん増えるということになります。そのことによって、例えばセシウムですと、このように接水を吸着する手がたくさんできるということで、吸着能が向上するということがいるわけです。それからもう一つ紹介をしたいと思います。これは魚の骨のつもりで書いていますけども、これは皆さんご存知のように非常にたくさんの魚の骨が廃棄されています。でこの魚の骨というのはほとんどがヒドロキシアパタイトから出ているので、これを燃やしてアパタイトを得るという研究はいろいろ行われています。しかしこれ炭素化することでもっと良い材料ができないかということを考えています。こちらが普通に焼いたもの、こちらが炭素化した場合です。で炭素化することの特徴というのは、ここにグラフが出てきたのは温度、炭素化する温度と非表面積の関係を示しています。空気中で燃やしてしまう、炭素化しないでただ燃やすということをすると、この赤で書いたように、非表面積は300度ぐらいで焼くと増えるんですけども、その後はどんどん小さくなっていってしまいます。しかし炭素化する窒素中で焼きますと500度ぐらいで非常に大きな非表面積が得られて、その後温度によらず高い非表面積が続くということが分かっています。こうした材料を利用してアパタイトと炭のさまざまな機能を活かせた材料ができないかということを考えているわけです。これらの材料についても、これからいろいろな新しい材料、これにさらに機能を付与させたようなことを検討できないかということを考えていますので、興味があればぜひ問い合わせをしていただきたいと思います。最後に私どもで開発した技術をコマーシャルするために光触媒の卵というのを開発しています。これは除湿という機能と脱臭、これは光触媒なんですけども、それから瀬戸の愛知県瀬戸市の伝統技術である多孔質の陶器の卵を作って、これで部屋の中の匂いであるとか調湿をするというモデルとして光触媒の卵というのを作っています。私どもはここに中京大学の波ゼミというところを書いてお客さんに差し上げたりしていますので、こちらの方も興味ある方がいたら
たら、聞いていただきたいと思います。で以上で、紹介をさせていただいた事項について、終了させていただきたいと思います。どうも今日はありがとうございました。